ゴー。牧野原市長、西原市劇の新チャンネル。はい、どうも。あ、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、海の家麦わら帽子さんからお届けします。相良の海ですね、サーフィン店になります、ね。今日のスペシャルゲストは、相良サーフライフセービングクラブのチーフの山下海さん。はい、よろしくお願いします。4年の照井和樹さん。はい、よろしく。3年の内倉直弘さん。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいね、毎回こう若いマッチョに囲まれてね。そうですよね、ドキドキしてます。紹介しなきゃ、はい、観光協会の栗田さんですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ後ほど楽しいお話。これいいじゃない、今日トロピカル で、 いいで、ね、なんかあるから最初乾杯しようか、ね。はい、じゃあ、今日の、素晴らしい番組がいきますよ。乾杯。はい、どうも。はい、乾杯。はい、どうも。はい、どうも。何か入ってんのこれ。うん、サイダーに。ああ、アルコール入ってない、大丈夫。大丈夫、大丈夫。はい、楽しく始まりました。今日、はい、ちょっと真面目な話をしようか、うん。そうそう、今日ね、はい、今日はね、朝中日新聞にドーンと出てね、夕刊見てきたら静岡新聞でドーンとね、はい、浜岡の原子力発電所に、はい、今動かしてないんだけどね、使った使用済み燃料ってあるのね。で、その使用済み燃料を全部で6600本ぐらいあるんだけど、そのうちの2200本を、いわゆる貯蔵する、それも今水の中にあるけどね、使用済み燃料ってのは、はい、だその水の中にあると、うん、福島原発の4号機でね、はい、爆発して、うん、あの時たまたま上から水がバシャバシャ入れられたから、よプールにねあるってのは危ないんだよ。だからそれを乾式貯蔵って言って、なんていうか燃料棒をね60本ぐらいね、はい、鋼鉄製の容器に入れて、乾式、だから空冷ね、水冷じゃなくて空冷で置くっていうね、それを中部電力さんが作りたいという要請を、周辺市町にね言ってきたんです。で、牧之原市とすればもともと今永久停止言ってるんだけど、その使用済み燃料が水の中にあったら危ないから、できるだけその乾式でねやってくださいって言ってたから、それはそれでいいことだと思う。だから問題はない。今日いろいろ話してて、原子力発電所ってのはだいたい40年ぐらいしか持たないでしょ、はい、もう例えば20年使ったものがあるとかね、うん、この中間貯蔵施設は40年から60年っていうから、僕質問したの、じゃあ原発がなくなってからもうずっとあるんですかって、うん、そういうことになるよね。だから、うん、今ほら中間貯蔵施設っていうと福島県でいろいろ反対とか揉めてるんでしょ。だからこれ確かに今回ね、中部電力さんの敷地の中に設置をされるけども、しかし将来にわたってひょっとするとずっとここに使用済み燃料、怖い話をすれば死の灰かな、だからそれがあるっていうことをやっぱり地域の皆さんが理解をしてねやらにはいけないから、将来どうするのかっていうことをきちっと議論しないと、いけないなと。だから6600本のうち2200本はそこにするんだけど、あとの4000本はどうするの、それから将来は6ヶ所村に持ってってそれをリサイクルするって言ってるけど、リサイクルがうまくいってない、でこれももしうまくいかなかったらやっぱりずっとこれ置いとくのっていう、そういう議論もね、うん、やっぱりやっていかなきゃいけないんで、実はその中部電力さんとしても、課題が山積してるなっていうのはね、よく大きなニュースですからね、ぜひ新聞等また見ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。他はいいですか。今日はもうこの間もそうだけど、この 海のね、潮騒を聞いてたらね、いいだっていっぱい持っていっぱい持ってるのも、はい、イベントの紹介いきましょう、はい、イベントの紹介、はい、どうしようかな、私が先にささっとやっちゃっていいですか、ささっと、まず、はい、これね、相良の灯籠流しはね、そう、東北復興支援って被災後に始まったんだけど、もともと昔から萩間川で灯籠流しやってたの、それをね被災後に復活させて、だから相良の地区の仏教会の皆さんが読経して、はい、そしてね、これなんかすごくいいんだよ、これ毎年僕行ってるから、あ、そうなんだ、私が行かないと始まらない、そのくらいのいいやつですから、ぜひ僕のね、フェイスブックのね、顔ある写真、はい、写真はここで撮った、あ、そうなんだ、一杯飲んでるってことだ、
素晴らしい、はい、そういう、そうなんです、ね、ぜひ行ってください。お盆、はい、です、はい、お願いします。もう一つ私の手持ちにあるのが、はい、これはね平和学習展、これはの牧之原氏がね、はい、平和都市宣言をしたのに、まあ、数年前ですけど、はい、ちなんで毎年この、8月15日ね、うん、ここをめがけて、平和学習展いろいろね、うん、あるんだよ。すごいよこれ、戦争中の食事体験、戦後生まれだよねみんなね、はい、知らないよね。スイトンって知ってる？あ、聞いたことある。聞いたことある、はい。まあ、昔の人はね、だからお米がない時にスイトンっていうのを食べたんだね。そういうもの、戦争中の食べ物とかね、それから灯籠作りとかね、いろいろやるからね、読み聞かせ朗読劇とか、はい、ぜひね、行っていただきたいと思います、はい、どこでやるんだっけ。あ、相良公民館ね、すすきの、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。これだけ、これ、はい。さあ、じゃあいよいよ観光行きましょう。はい、どうぞ。じゃあ今日は順番に、はい、さがらサーフ、サーフライフセービングクラブ今日さ、とちってる結構ね、大丈夫、大丈夫、はい、はい、行きましょう。じゃあイベント、はい、早い順で、はい、はい、行ってください、はい、夏夢舞台2014 in ミルキーウェイのお知らせです。8月1日金曜日午後5時から9時まで大沢公園にて夏夢舞台2014 in ミルキーウェイが開催されます、うんうん。当日は多彩なステージイベントや移動動物園があるそうです。ご家族、ご友人をお誘いの上 お出かけください。硬いなおい、すいません。いや、これね、これいいの、あのね、動物園なんかちっちゃいミニ動物園があって、それで、ね、子供が触ったりなんかできるからね、うん、いいんだよそれ、うん、ぜひね、行って、うん、行っていただいて。だ、問題は雨が降っちゃうところも大変ね、うん、雨もやるんですね。はい、はい、雨でもやりま す, ります、ね、はい、はい、それからもう一つ、はい、次は、はい、ビタミンサガラ夏夢舞台2014 in 本通りのお知らせです。8月2日土曜日午後5時から9時まで本通り商店街にてビタミンサガラ夏夢舞台2014 in 本通りが開催されます。当日は各種団体のストリートパフォーマンスや飲食店の販売などが行われます。ご家族、ご友人をお誘いの上お越しください。はい、これはの続けてね、8月の1日金曜日がミルキーウェイで、8月の2日が本通りっていう、うん、あの2日、ワンセットだよね、夏夢舞台。これポスター誰が書いたのかね。相良高校、相良高校じゃないかな、うん、いいね、はい、なんともなんかあれ奇妙着てるしね、頭の上にデコレーションしたよ屋台の屋台で食べれる美味しい食べ物ですね、あれ。かき氷にフランクフルトにチョコパナッツがあった、うん、あれ何、あれもこれなんだろう、持ってるの金魚と花火と、あ、ね、海かなあれ、ね、あまり考えなくていいね、はい、はい、行きましょう。はい、次お願いします。私か、ごめんなさい、ごめんなさい、しっかり持っててよ。あれ、あ、オッケー、いいですか、次の順番ですね、はい、はい、上松庚申堂の、夏供養龍剣山大花火大会が、8月2日土曜日に行われます、今回95回目です。もう100回に近いです。歴史ある花火です。これもね、1000発ですね、はい、すごいね。静波一丁目中老会の主催です。で、打ち始めが7時35分からですね。で、盆踊りが7時半からで、打ち始めが7時35分からで、スターマイン、大スターマイン、特大スターマイン、超特大スターマインで、最後に昇竜超特大スターマインが8時45分です。皆さんぜひこれもお楽しみに。35分から45分まで1時間10分ぐらい。そうです、ね、この間だけど静波はさ、なんかこう縮めたじゃん。そう、そうなんです、ね、だからこう伸びるとパーンで、うん、パーンになるけど、ますけど、うん、どっちがいいかな、どっちがいいですかね、うん、はい、ぜひ行ってください。はい、じゃあその次行きます。今日はたくさん企画イベントありますね、はい、それから、うん、あたすか、また、あ、これ、持つよ、はい、すいません、そう、いいですか、はい、よ、どうぞ。顔出せないね、顔、顔、すいません、あの、大勢の皆さんのご協賛をいただきまして、今年も相良の、ここの
相良サンビーチで相良海上花火大会が開催されます。水中スターマインをメインに1000発の花火が上がります。7時から相良総踊りクラブの盆踊りから8時から8時45分まで45分間花火の打ち上げがあります。で、駐車場ですが、そこの萩間川西側の駐車場を使っていただいて、そこがいっぱいになった場合は相良庁舎、それから相良小学校のグラウンドの方を使っていただきます。わかりました。はいはい、まだ言い足りないぐらいですが、バーン、皆さんお願いします。ぜひ皆さん会場まで来てください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、次行きます。まだ、はい、相良シーサイドパークで開催されます音楽イベントのお知らせです。ポスターないのこれ。8月13日水曜日、2014相良シーサイドジャミという相良ベースさんプレゼンツの主要音楽イベントです。ジャム8月30、31日の土日にはウィンドブローが開催されます。今年のミュージシャンを一部紹介しますと、30日には音楽お笑いトリオのガスカジャンが、知らない、皆さんも一度はどこかで聞いたことのあるフレーズではないでしょうか、うん、ガリガリ君の歌を歌ってくれるそうです。ちょっと歌ってみて。ガリガリ君わかる、わかんない、テレビないし、うんうん、で31日にはシンガーソングライターのタモン達夫さんが登場します。料金ですが前売り券が4500円、当日券は5000円、2日間の投資券は8000円となっております。はい、去年ね、八代亜紀来たんだよ。そうですね、そのくらいのが来るとね、いや安いよくよかったよね。ジャズでねこうスイングしちゃってさ、お酒はぬるめの鍵がいいってあれやらいいよ。そのゲロゲロってゲーガルが、え、タモン達夫さんが来るんだよね今日の。そうですね、そうなんです。いやいやいや、僕ら演歌、演歌ファーなやつでもね面白いよ、うん、すごくいいね、うん、ぜひ、ね、ぜひ、ね、あの投資で行ってください、はい、お願いします、はい。じゃあどうしよう、そろそろ時間ですかね。何、海のこと、海のことで何かありますか。うん、はい、今台風が近づいてきております。今週の土日にはこれ以上に波が大きくなったり潮が流れが速くなったりとして危ないので、うん、遊泳禁止か注意危険のどれかになると思いますので、うん、まあ、海にはあの足膝ぐらいまでは入れますのでぜひ来てください。待ってます。いや、この間ね、うん、人命救助やったんだよ。あ、そうなんだ。ちょっと紹介してよ。あ、僕です。どんなことがあったかちょっと紹介して。気をつけなきゃいけないもんな、それ。あ、そうですね。その時は離岸流といって、うん、沖に行く強い流れが発生していて、まあ、相良に遊びに来る方々はそういう離岸流っていうのに気をつけて、うん、離岸流ってね、こう海の方でさ、こういう風に流れてるからさーっと、うん、離岸とか離れるね。見えるんですか、そこ。ダメですよね、それ。いや、見る人が見れば見れるんだよな、あれは。こう流れがあるっていうのは、うん、海底の砂が巻き上げられて、うん、分かりやすくなってるので、その場所だけ、うん、色が悪いってことね、はい、色がちょっと周りの場所とはちょっと違うので。あ、そうなんですか。沖へガーッて出ちゃって、それを彼が何、あのボード持ってったの。そうですね、ボード持ってって、それで救助してきたんです。救急車頼むほどのことじゃなかった。救急車も頼んだ、はい、ちょっと普通とかを訴えていたんで。あ、じゃあ病院行ったの。病院に、はい、大したことはなかった。そうです。皆さんもね、ぜひ気をつけてください。でも、はい、こう海岸に来てね、うん、遊泳区域の中であの泳いでる限りは彼らが何かあったら確実にね、助けてる、うん。でもこの間さ、ほら伊東から下田までこう流れてったって、あれもすごいよね。そうですね。そんなに流れて入れるんだね、あれ。いや、やっぱでも人の個人個人のメンタルによるんじゃないですか。メンタルが弱い方であれば沈んじゃうかもしれないし、もしメンタルが強い方であれば生きよう生きようって多分。大丈夫だよ。大丈夫ね、うん、ここにいる人みんな大丈夫なるほど、はい、はい、じゃあまだまだ暑い日続きますので、ぜひ海の家遊びに来てください。はい、今日はこの辺で終わります。はい、どうもありがとうございました。はい、次回よ。はい、ありがとう。